どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はね、シンラなんですけれども、ブラロじゃなくてエンシェントフェアリーをね、使ったデッキご紹介していきたいと思います。エンシェントフェアリーなんですけど、まあどういうモンスターかっていうと、このスキルでね、追加できるんですけど、こいつエンシェントフェアリードラゴンですね。効果2つあります。1ターンに1度手札からレベル4以下のモンスターを特召喚できるっていう効果と、もしくはフィールド魔法を全部ぶっ破するっていう効果と、この2つあります。でリンクスなんですけど、まあ、ヴァンパイアエンパイアとか UA スタジアムとかはまあありますが、基本的にはレベル4以下のモンスター特殊召喚するっていう効果を主に使っていきます。守備3000なんで、こいつ横にしておいて、ポン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 ね、モンスター出していって、それをシンクロ素材にしたりとか、それをアドバンス召喚のコストにしたりとか、まあそういうのがいいです。でさらにスポアがすごく優秀です。これチューナーなんですけど、墓地に存在するときにこのカード以外の墓地の植物族一体をゲームから除外して、特殊召喚できるっていうね。でその除外した植物族のレベル分、こいつ上がるとレベルがっていう風なモンスターです。だからスポアと、エンシェントフェアリードラゴンがいることによって、なんだアドバンス召喚のコストがポン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 出てくるんですよね。なので今回バララバー抜いて、より凶悪なねリーフを入れることができております。だからリーフがいることによって、普通のシンラっぽい動きができるので、まあちょっとそのシンラのね動きだけで勝つことの方がぶっちゃけ多いんですけれども、まあそれでも、ギミックとしては非常にちょっと面白いので紹介したいなと思います。エンシェントフェアリードラゴンのギミックと、あとは、シンラのね回し方改めておさらいみたいなのを、まあちょっとこの動画の中でやっていっているので、見ていただきたいなと思います。ギャラサイ最初入れてたんですけれども、まあギャラサイよりもちょっと爆発力上げたくて、ワード雑貨商人と分断を入れるようにしております。まあただギャラサイ抜いた分アマゾネスとか相手に対して微妙になっているので、まあもし必要であればね、なんかカード抜いて、例えばアマゾネスに強く見たかったら、まあ、ギャラサイ2ぐらい追加、ブダ1減らしたりとかしてね、2とか追加してもいいし、まあウィードあたり抜いてもいいかなと思います。その辺は微調整はお任せいたします。では、ギミックの方ね見ていただきたいと思いますので、ご覧くださいませ。それではどうぞ。ではやっていきましょう。バランス、なるほどね。そしてハンド微妙すぎ、やばくねえかこれ。落としたいんだが、あーハンドがやばいな。どうする。あーデュアルか、デュアルか。ハンドどうするよ俺これ。ドロー、あリーフか。おいのリーフ2枚、1枚、ニンジン。あ、いいね。ニンジンの効果を発動して、スポアを墓地に送りましょう。シュン。ニンジン特殊召喚。で、これトラップでしょ？これ今殴る意味ある？絶対ないよね、これ。殴る意味なさすぎて草。ターン、エンド。私のターン。あれ怖いもん、これ。嫌だ。嫌だ、嫌だ、死にたくない。あんな分断っぽいのに引っかかりたくない。モンスター、モンスターだろうな。モンスター。めっちゃヒーロー来るー。めっちゃスーペルつけてくるー。え、これやばくね？かなり。やばくはないか。攻撃反応系だから。結構ライフ取られるけど、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫か。大丈夫だね。1、3、4、4。行くわ。モンスターを特殊召喚、どいてちょうだい。うーむ。モンスターでダイレクトアタック。ターン終了。私のターン。雑貨。あ、雑貨。雑貨すごく良くない？これ。オッケー。では、まず、ニンジンの効果を使って、オーク自体を落としていきましょう。シュン。ニンジンを特殊召喚。さらに、スポーアの効果を使って、1、2で、3、よし、こいつ。で、スポーアを特殊召喚。
除外した分ね、レベル上がるんで、これで3と4になりましたね。では、俺は、ニンジンに、場のレベル3、スポーアをチューニング。シューン。今交わりて、トワの命となる、シンクロ召喚。チューン。降誕せよ、エンシェントフェアリードラゴン。かわいい。そしてかっこいい、美しい。かっこいい。で、魔導雑貨商人で掘りに行ってもいいね。よし、魔導雑貨商人でここは掘りに行きましょう。で、ターンエンド。これが結構いいよね。雑貨でとりあえず分断掘りに行くわ。かつ、ここストールとか出たらこれ後ろ剥がせれるから、それでいいでしょ。さあモンスターで攻撃。うわー、デュアスパーなんか引いてそう。1枚。えい、分断すぐ来た。もうデュアスパー。あ、大丈夫。オッケー、ドロー。いいよ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 。じゃあエンシェントフェアリードラゴンの効果を発動して、モンスターをね、1体レベル4以下のモンスターを特殊召喚することができます。もうこいつでいいや。で、4枚破壊できるか、4枚めくれるから、ロータスだったらロータスをアドバンス召喚。そしてロータスの効果発動。1枚リーフ、 OK。 2枚、3枚、4枚。いいよいいよ、リーフの効果発動。こっちでいいかな。いや、こっち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 で、ロータスの効果を使って1枚2枚3枚とね、この辺を1枚2枚3枚と戻してね、やり直していくという。123、 OK。 でそこ破壊。これだったら23と3000が並んでるから、デュアルだったら抜きにくいんじゃないかな。こうして、でターンエンド。一応ね、エンシェントフェアリードラゴンあんな感じにして、アドバンス召喚のコストとかシンクロのコストとかをこうポン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 出すことできるんですけど、この効果使ったターンはバトルフェーズができないっていうね、まああれがあるんですよ。まあストールをめくれない限りここちょっと抜きにくいから、まあこれでいいかなっていう。で今トップで引いてきたやつですね、こいつ。これがデュアスパじゃないかな。速攻魔法だよ、なんだよね、それか。じゃあめくっていきましょう。モンスター効果発動。1枚、よし、いいよ。2枚、オッケー、完璧。3枚、4枚、5枚、よし。1、あ、違う、1、2、はい。で、多くの効果を使って、使う必要あったかな。まあまあまあ、でも次、シンクロしやすいように、こいつか、まあもしくは、いや、ロータスだな。ロータスを戻しておきます。で、さらにストールの効果発動。ここ破壊でしょ、まず。で、さらにストールの効果発動。ここ破壊。よし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 、いいよ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 。はい、小遣い OK、 全然大丈夫。まあ、分断ですよね、それ破壊されるのは全然 OK です。いいよ。で、ここでエンシェントフェアリードラゴンの効果使ってもいいんですけど、普通にシンプルにアンノンシンクロを出して、俺はそうだな、こっちでいいんじゃないか。俺はロータスにレベル1のアンノンシンクロンをチューニングし、シンクロ召喚。チューン、シュイー。グラビティウォーリア。グラビティウォーリアは召喚に成功したとき、相手フィールドの表側表示のカードの分だけね、攻撃力が上がる強力なモンスター。そしてニンジンを特殊召喚して、全艦一斉攻撃だドカーン。まあこれがね、やっぱエンシェントフェアリードラゴンがいることによってシンクロもしやすいし、アドバンス召喚もしやすいっていうね。その分バララバーを抜いているので、リーフを入れやすくなっているんじゃないかなと思います。さあ、この伏せはちょっと怖いですね。ラグがあるかどうか見ましょう。ラグはないですね。ってことはロータスをアドバンス召喚で、ロータス効果発動で、ニンジン。さーて、これね、
分断とか食らいたくないんだよね。さっき何だった？分断ですよね。ってことは分断の可能性があるんだよね。で、うむ、ストールが落ちてるから、これ無理して攻める必要があるのかっつうと別にない気もするんだよな。例えば人参をここ変えといて、こいつへ殴ると2400600マイナスでしょ。じゃあ、攻撃力600になるでしょ。攻撃力が600になると、こいつがマックス多分1級だよね。1級600生き残るから、ここは人参をモンスター効果起動してこいつを守備表示にしとくのがいいと思う。でバトル、いけ、グラビティウォリアー攻撃だー、取ったー対戦ありがとうございました。ではやっていきましょう。あー、ハンドはね、これ防御札がいい感じに引けてるからそこが良きかな。やっぱ分断に引けてるのはすごく強いと思う。相手からしても殴りづらいんじゃないかなと。ただシフトか、これね、ストールは破壊されそうなんだよね。雑貨に関しても破壊されそうだから、アマリリースでお茶を濁しとくか、それとも雑貨でいくか。後ろ肉セっていうのが多分嫌だと思うから、ここ雑貨セットでもいいんじゃないかな多分ね。これ、あ、まあ、もしくはこれ1伏せかな。多分これ一気に2枚破壊は無理だと思うから、それだったらここ1伏せにしておいてでいいかな。で分断、まあどっちかをまあ破壊されると思うんですけど、例えば分断破壊されたらこっちリバースするから、まあリーフ落ちたらねそれで行くし、デッキの中にギャラサ1枚しかないから多分結構なんか引き切れると思うんだよね。でもし仮にだけど、2回ね、グレイス効果使われて2枚剥がされたら、まあそれはもうお手上げで、でここをもし破壊してきた時は、後ろのね分断がいい感じに仕事するんで、まあそれでいいんじゃないかと。トラップカードはごめんなさい、もうここあるんですよねやったー、2枚引いちゃってるっていうね、やったぜ。今、あれやってもよかったけどね。分断使ってもよかったけどね。はい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 。いろいろ落ちたんですが、あ、ロータス落ちたね。ロータスもう一落ちたね。あ、ギャラサイ、オッケー、完璧。さーてと、いい感じで落ちたように見せて、あんまりいい感じじゃないような気もするんだよな。で、ここ、破壊と。で、リーフの効果も使って、そうだね、ここ潰す、いやーでもここでいいんじゃない。でストールの効果も使わん、ロータスの効果を発動、モンスター効果発動、こんだけね、戻していきましょう。まあまあまあ、いやこいつだけでいいかな。リーフは逆にいててくれた方が良かったりもするし、あのオークの効果で戻したりとか、スポアとかね、まあそういうの込み込みで、はい、いろいろ破壊。モンスター効果発動、逃がさんぞ、モンスターを特殊召喚あれ、あ、そっか、そうだね、あのストールの効果で遅延したから、ここは破壊できてないっていうことか。なるほど。さーて、では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 悩みますが、ニンジンでいくかオークでいくかで悩むんですけど、ストールセットでもいいな。ストールセットしといて、もうちょい引きつけるか。次のターンに決めよう。ストールをセット。そして、カードを3枚セットし、ターンエンド。ここ無理に今殴る必要ないと思うよ。ドロー。カードを伏せる。さて、ギャラサイがあるの分かってて今伏せたぞ。俺ギャラサイ持ってるからね。さあこの状態殴ってくる、えい、全然いいよ、殴ってきてもらって。こいつ2000だからね、攻撃力ゼロの状態になっちゃうから、まあ相手分断っていうのは多分ラグ的に分かってるでしょうから。さて攻撃してきな、ターンエンド、オッケー。ではドロー、人参、めっちゃ人参くるやん。
ギャラクシーサイクロン発動。シュン。無駄だ無駄だ無駄だ。はい、銀幕オッケー、全然オッケー。パーン。で、ストール反転召喚。5枚ね、めくっていきましょう。1枚、2枚、お、いいね、いいね、いいね。3枚、4枚、5枚。オッケー。多くの効果発動。リーフを戻します。これがめっちゃ強い。で、さらに、多くの効果を発動。リーフかな、ここも。で、リーフの効果を発動。こいつ破壊。まあ今からね、見られるのは、これがね、やっぱ多くのこの使い方っていうのが非常にいいかと。だからさっき、使わんかったんよね。どうだな。シンプルに、多くをアドバンス召喚。そして、多くの効果発動。3枚墓地に落とします。リーフ、リーフ、ザッカー。リーフの効果発動。まずここ破壊と。でさらにリーフの効果発動。ここを破壊。でですね、まだだ、まだ俺のバトルフェーズ終わらねえ。ニンジンの効果を発動して、アマリリースを切って、ニンジンを特殊召喚。さらに、シュン。スポーワは、取り除いた時の数、かけるレベルが上がります。で、俺は、エンシェントフェアリードラゴンでもいいけど、ここね、悩むんだよね。ここスタダの方が強そうじゃない？スタダで行きましょうか。では、今リーフを取り除いたので、レベル3上がって合計4になります。で、俺はですね、ニンジンに、レベル4、スポーアをチューニング。集いし願いが、新たに輝く星となる。光さす道となれ。シンクロ召喚チュイーン飛翔せよスターダストドラゴン。もう効果使えん。よし、バトル多くの攻撃。そしてスターダストドラゴンの攻撃で対戦。ありがとうございました。このね散々荒らした後に、万が一クリボールがあったとしても、うん、対戦持ちのスターダストドラゴンをね、出してこれるという、まあこういう風な展開力、シンクロ、めちゃくちゃしやすいテーマだと思います、シンラは。